はい、じゃあ今から8階ですね、一番最上階の部屋、取ります、7階までエレベーターで上がって1階この階段をこう上がんなきゃいけないんですよね、はい、ここから上がって上に2部屋あります。全く同じ広さで2部屋右側 と、左側ですね、はい、じゃあまあ順番にいきます、広さは、さっきも言ってる通り、まあ、55平米ぐらいです。はい、完全に単身者向けのお部屋ですね。はい、また入ってこんな感じですね、各壁面にこうたっぷりと収納のスペースがあって、ちょっとまあ衣装的にこう桜の木をあしらえていらっしゃるんですが、まあ、ここに今ボーンともう無造作に置かれてますが、リビングセットがあってこんな感じですね。横はもうベランダがずっとこう張り付いてるんで、8階独特のこのバルコニーがあります。はい、IH の4つ口のクッキングヒーターで、こういったまあマイクロウェーブとか全部つきますよね。はい、まあ、こじんまりとした単身者向けのお部屋だなっていう感じですよね。はい、日立の、冷凍庫があってキッチンシンクと、まあ、あの収納に関してはこうやって見ていただければ分かるように、はい、こうやっていろいろ広くいろんなものが収納できるように揃えてらっしゃいますし、もちろんお皿とかこういったものも当然つけてもらいます。はい、こんな感じですね。まあ、いっぱい、はい、で、ここはよいしょ、このキッチンのこの下のあたりですかね、ちょっとうるさいです。はい、引き出しが結構たくさんあってですね、はい、こういう引き出しが、あります。こうですね。で、まあ、収納に関してフライパンとかお鍋とかもうこんな風にたくさんありますし、で、このカウンターキッチンの向こう側にも、はい、こちら側にも同じような収納がちゃんとあります。はい、なので収納結構たっぷりある。もう結構特注のこのキッチンですね、タイミング型のキッチンシステムになっています。はい、でここにワンベッドですので、まあ、お一人様用のベッド、横には、はい、大きな窓がついてカーテンももちろんで、各部屋には冷暖房のエアコンがつきます。はい、で収納はこんな感じですね。はい、セーフティーボックスもつきます。はい、こんな感じですね。で、ここのお風呂ですね、お風呂に関してはこんな風になってまして、はい、今のところはこれグラスシャワーですね。ただバスタブがないですよね。はい、バスタブは今まだこうセットアップ中なんですけど、こちらにちゃんと用意してます。ちょっと今雨降ってますけども、ここにバスタブの口があって、ここにバスタブです。じゃあこれ窓を丸見えだなとなるんです。ここをちゃんと仕切ります。ここを仕切られて、ここを屋外のちょっと光を取り入れながらのバスタブのコーナーをここに作るということですので、はい、ちょっと今まだ施工できてないんですけどもね、はい、こんな感じです。はい、バルコニーが綺麗に、キッチンから各リビング全部つくという間取りですよね。はい、こんな風な結構広い窓にバルコニーがつきます。向こうはもうデイホテルとかビットタワーとか見えてますよね。はい、向こうはレイクビューがちょっと見えてますね。はい、こんな感じです。はい、これが8階のお部屋。じゃあもう片方ですね、もう片方同じ広さでちょっとこう向きが違うんで今見ていきますね。はい、今度は反対側ですね、こちら側ですね。はい、入ってこんな感じ。はい、こんな感じです。広さはほとんど同じです。キッチンがあって、ただキッチンはちょっとこっちの方は二口なんで、はい、あれなんでかなっていう気もするんですけども、その代わりお風呂場がすごく広いというふうになってます。まあ、構造上こうなっちゃうんでしょうけども、はい、80リットルのタンクがついて、はい、冬寒い時はこれで温めていただくものがありますよね。こんな感じですね。はい、で、まあ、リビングがあって、はい、こちらが、はい、ベッドですね、ベッドルームです。はい、こんな感じになってます。はい、
ここからはもうトゥーレコ、が見えますよね、はい、これが8階の2つのお部屋です、お家賃は1000ドルですね、はい、両方とも1000ドルのお部屋です。ここが一番高いお部屋になります。